おはようございます。今日も珍品を紹介したいと思います。珍品っていうかもう レアですね。レア見えるかな。よいしょ。朝の織物、朝の帯です。よいしょ。なかなかレアな感じのお品物です。産地はなんとなんと越後、新潟県の小千谷で作られてる麻の帯です。小千谷縮み、越後上布、あとは片貝木綿、あとは紬系ですかね。あの辺がまあ雪国の冬仕事としてこう確立されてた地区だと思うんですけど、そこで作られてる小千谷の麻の帯です。縦糸も横糸も麻の糸で、これもね、帯を織るときに縦糸をブイーンと食器に貼るんじゃなくて、地綿って言ってこう縦糸を体に巻きつけてね、こう座りながら地綿って言ってね、非常に珍しい原始的な製法で、食器という感覚よりは昔ながらの、本当の昔ながらの、織り方で織ったおじやの朝の帯です。大正明治時代ぐらいだとこういう商品ってまだ機械が普及してない時だとこういうのは普通にあったんでしょうけど、もうここまで時代が機械化されてる中でね、ここまでレアなことしてる生産元工房っていうのはもうほぼほぼないわけですよね。でこの商品自体も最近の商品じゃなくて若干時間経ってますよ。でこういうのは叩き売りするような商品じゃなくて、本当にもうこの価値観をねご存知いただく方に嫁いでいく商品なので、まあそうポンポン売れるようなタイプの商品ではありません。ただ本当にこういう商品がもうないので、たくさん持ってる人ほどこうお感じいただける商品かもしれません。おじやの朝の地綿の八寸を紹介してみました。いいよね、木綿の着物にとかもたまりませんよね。本当はねこういうの着る物に合わせるんじゃなくて木綿に合わせたり、朝の着物に夏場合わせてみたりね。いやーかっこいい、素敵ですね。はい、おじやで作られた朝の地綿の帯紹介してみました。